こんにちは。紙物好きの雑記帳109回目の投稿になります。今日は以前にジャンクジャーナルのシグネチャー交換を3名様の方とさせていただいたんですけれども、その時にいただきました、4冊のシグネチャーに、表紙を作りまして、1冊のジャンクジャーナルを作っていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。まずはですね、こちらのシグネチャーのサイズに合わせまして表紙のサイズを決めたいと思います。使いますのは、私はお菓子の箱に使われていた厚紙をリサイクルして使いたいと思いますけれども、こんな感じで表表紙、裏表紙、そして背表紙、この3つのパーツに分けます。で、サイズはこちらになります。で、こちらの土台の上に、デザインペーパーですね、これを貼っていこうと思います。で、こちらのデザインペーパーは、スクラップブッキング用のペーパーになるんですけれども、12インチ四方のペーパーになりますが、長さがこのように足りないので新たにデザインペーパーをつなげて、はい、大きさを調整したいと思います。
今日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。そしてシグネチャー交換をしてくださいましたアミ067様、ラブネコ様、そして木崎空様、本当にどうもありがとうございました。3名様の、シグネチャーがこのような形で一冊にまとめることができました。出来上がりにはとても満足しています。これからこちらの方のジャーナルを使っていくのがとても楽しみです。で、まだね、3名様のシグネチャーの中身の方をご覧になっていない方は、下の詳細欄にリンクを貼っておきますので、よろしければそちらの方をご覧いただければと思います。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。